執筆,筆した書物。江戸時代初期に遭難して、日本に漂着した、際の見聞をまとめたものである。1609年9月、ロドリゴ・デ・ビベロが帰国のためフィリピンから、ヌエヴァ・エスパーニャのアカプルコへ向かう途中、遭難して、日本に漂着し、約1年間日本に滞在することになった、際の記録である。1857年に、初めて交換された。 日本では、大日本史料第12編第6冊と第7冊に、原文と、村上直次郎による省略が収録された後、1929年、村上による漢役が、ドン・ロドリゴ日本見文録等題して交換されている。16から17世紀のヨーロッパ人も、中国人と、同様、日本人の万世一系の高騰とその異例な、古さという観念を受け入れた。 日本初期は、神武天皇が帝国を創建した、紀元前660年の第1月第1日を王朝の起点とした。聖徳太子は、この日付を初めて定式化した。その日本建国の日付を西暦に計算し直して、紀元前660年としたのは、ヨーロッパ人である。ドン・ロドリゴ日本見文録には、日本人について以下のように記述されている。 彼らのある、主の伝承、記録から知られるのは、神武天皇という名の最初の国王が君主制を始め、統治を行い出したのは、主キリスト生誕に先立つこと663年も、前、ローマ創建から89年後だということである。日本が誠に、ユニークな点は、ほぼ2260年の間。 同じ王家の血統を引く者108世代にもわたって、後を継いできたことである。ドン・ロドリゴ・デ・ビベロ、ドン・ロドリゴ日本見聞録当時の天皇は、ゴミズ天皇で、皇統府によれば108代目にあたる。以下の日本語訳がある。ありがとうございます。